するがよい。切りてください。やあイムさん、また戦いに来たで。日陰。あら、元気ない感じやね。どないしたん？みやびはお母さんとこの世界でずっと一緒に暮らしたいらしいんだ。ほう。赤ちゃん言葉のみやびは魅力的だけど、この世界にずっといるっていうのは。でもみやびの願いは僕の願いだ。だから僕もこの世界に残らないと。ほな、蛇女の再建はどないするんや。外の世界の妖魔も放っとくつもりか。それが雅の望むことなら。それで本当にええんか。今すべきことよりも死んでしまった人を選ぶ、それが正しいことなんかな。分かったふうなことを言うなよ。日陰に雅の気持ちが分かるっていうのか、感情のないお前が。そうやな、わしは本当に大切な人を亡くした時もほんの少ししか涙が流れへんかった。恩人であり友人であり姉のような人やったのに。わしにちゃんと感情があったら、あの人のために1週間でも2週間でも泣き続けてたと思うんや。それぐらい冷たい女なんや、わしは。だから雅さんの気持ちは分からん。でもイムさんなら分かるんとちゃうか。え、イムさんなら雅さんの気持ちが分かるやろ。雅さんは母親と会っただけで何もかも忘れてしまうような人なんか。違う、みやびはちょっと混乱しているだけなんだ。大好きだったお母さんと会うことができて。そしたらイムさんが目覚ましたったらええんや。それができるのはみやびさんの気持ちがわかるイムさんだけや。何度も嫌がらせをしてきたお前の言葉に乗るのは職だが、日陰、お願いがある。なんや。一戦手合わせを頼む。雅の目を覚ますためには僕がもっと強くならないとダメなんだ。ええで、わしでよければいくらでも相手になってやるわ。恩義は感じないからな、日陰。これまで受けた屈辱と総裁だ。ほな、始めようか。滅びる。覚悟しろ。
人のために流した涙、それは本物の涙だ。流した量や時間は問題じゃない。大切なのはその涙が本物かどうかで。だからそのなんだ、イムさんは優しい人やな。 優しい人だって言いたかったのに、先に言われてしまった。ええって、イムさんの気持ちは伝わってるわ。言葉で言わんでもな。せやから今度はそれを、あ、みやびに届けてくるよ。 当然の評価。